な伸びてるというか、はい、ちょっと動いてるみたいですよね。というそういう意識を与えるのも非常にピッチャーにとっては有利ですよね。これで3ボール1ストライクとなった。打ったライト完璧ツーランホームラン松中高田がとアーチを描きました。エース杉内100勝かかるゲームで松中3番ライトスタンドに貴重なアーチツーランホームラン2対0。現在ホークスで一番触れている松中ライトスタンドに持っていきました。第7号のツーランホームラン、もう打った瞬間確信していました松中。弾道高くライトスタンドに持っていきました。松中らしいホームランですよね。ついに先制点を取りましたソフトバンク。